はい、皆さんこんにちは。元気なアジです。今日は4月の7日です、ね、時刻の方は16時10分です、ね、今日はね、YouTube にこんな動画を残します、ね、ソニーの α5100、ね、これオートフォーカスがね、結構早いし、こう YouTube の動画やる方ね、こうパッパッパッパこう合うんだよね、とにかくね。でこれがすごいということでね、 YouTube の動画にガンガンアップされてる大手の方がいるんで、他のカメラね、動画に強いパナソニックとかね、まあ、その他の、まあ、キャノンはちょっとあれなんだけどもね、いろんな候補の中から、ね、まあ、決定的にね、 YouTube のこの動画を見てこれにしてしまいました。買ってしまいました。ほら、ほら、ほら、ね、この、うわ、すげえと思って、飛びすぎて買ってしまいました。ただ、気をつけましょう。ね、これだけは覚悟。情報を調べたらね、後から出てきます。おじいがね、商品が届いて、一発目、ね、ダン、自撮りモードで撮影した第一発目です。これね、リスナー様から、プレゼントをいただいて、その開封式を録画始めました。そうしたところね、これちょっと時間見にくいでしょ、ちょっと大きくねアップしちゃいます。タン、はい、5分57秒のところで熱暴走で切れましたね。ちょうどね、紐を引っ張る、紐を引っ張るでポンってね、箱の紐取って、でお手紙があってね、バーンってガンガンって開けるまで、ね、ありがとうとか挨拶して、そこのところでね切れちゃいました。もうねやり直しができないね、いろいろもプチプチって切っちゃってるからね。大切な動画なんで、やっぱ綺麗に残したいと思って、せっかく6万円投資して買ったわけですよ、ね、でおじいはソニーのネクスの C3 を持ってて、ダブルレンズキット買って、でパンケーキはいらないですぐ売り飛ばしちゃったんだけど、ものすごくねいいカメラだったんで、まあ、もっと進化してるんだろうと思ってこれを買いました。ところが実際にね、YouTube 用の動画撮ろうと思ったら、この時間で、ね、切れちゃうんだよ。5分57秒ね。しかもまだ4月の頭だよ、夏じゃないよ、ね、で今日じゃないよ、ね、1日2日前、ね、ちょうど桜がこうパラパラっとこう咲き始めてね、20度ぐらいまで気温が上がってたんだけど、20度でさ熱暴走しちゃうの、いきなり初撮りで。でしかもね、価格コム のレンズキットじゃなくてボディのところのね、こう評価みたいなのがあるんでしょ。それ見たら、この状態で撮影から7分ぐらいでなんか警告が出始めたんだって。でその方はこうやって液晶を浮かしたら27分ぐらいまでなんとかね撮れたみたいなような評価を見つけて後から見たんだけどね、自撮りモードだからおじいちゃんこの状態でしょ、三脚につけてこの状態で20度で4月の上旬で6分撮れなかったので、もう二度と取り返しがつかない開封式でしょ。おかしいでしょこれ。でと思って最初何か分かんなかったんだけど、ここ暑かったんだね、すごくね。あ、なんでこんなに暑いんだろうと思って、そうしたところね、ググってみたら熱暴走 α5100 ね、なんかネクスの5の何か分かんないけど、何かから引きずいちゃってるらしいね、熱暴走で動画が撮れないってやつ。マジかよと思って、ね、でまあそこのところもね、しっかりと調べなかった自分も悪いのかなと思うんだけど、でもメーカーの使用スペックでは30分撮れるって書いてあるんだよね。それで北村で買ったんで、ネットの北村で買ったんで、しつこいほどメールが来るの。お届けしたカメラの調子はどうですかね、2回ぐらい来るでしょ。でもあれ見てたらムカついたから、本当に
1回目は失礼したんだけど、2回目ムカついたの。だからあの YouTube 用のために高いカメラを買ったのに実際は6分撮れなくてがっかりしてます、ね、でもこういう仕様 の基礎カメラなんでしょうがありません、ね、ただの愚痴です、故障ではありませんからって返したの。またこの部屋不具合により大変申し訳ございません、ね、あのメーカーに確認しましたところ、あの動画は30分以内で撮影できる仕様となっておりますので、ね、あの環境にもよるとは思いますが、あの一度点検をさせていただいてメーカーの方で不具合があれば修理を行い、そうでない場合はそのままあの送り戻します。ふざけんなよ、そんなこと書いてないだろう。でそこで気になって、もうあの北村にムカついたんだけど、メーカーのサポート窓口確認しての返事ってことだからメーカーサポートに連絡したんだよね。で修理の担当のところにかけて、またお姉さんが出て、こういう事情でカメラの北村が録画できたんだけども実際に撮れないでしょうね、これネットのにもこういう情報になってますけど実際に撮れませんよね。自分はこの時期でこの環境で自撮りモードで7分撮れませんでした、ね、5分、あの5分何秒6秒あの6分弱でね切れちゃいました。これが現実です。とてもがっかりです、ね、あの使用通りいかないのならできることなら初期不良扱いで返したいです、ね、あのこの不具合を引き継いでない6000なり何なりで違うものに変えたいです。ただあの担当が違いますので、ね、あの詳しいものは部署からあの折り返し電話かけさせますので。放置電話来ないよね、さすがにね、ほんとね、もうソニーこういうとこだからね、まあ、ソニーの高いのはしょうがないんだけど、ただおじいもソニーが好きなんだよね。あのいろんなソニー製品はねいっぱいあります。ほんとうち中探せばねソニーだらけです、ね、である程度あのソニータイマーも確保して使ってるんだけど、このカメラに関してはあのはっきり言います、ね、画質はね画質とかピントの合うのはいいかもしれないけど、あの数年前に買ったネクスト C さんがあるでしょ、ここがツルツルしてこうちょっと女性向きしてね、あれのついてたレンズキットの方がピーキングだってすごい黄色のね、今例えばフィギュアなんかもねこうやって目に合わせても黄色くなるよ瞳のところが、全然これピーキング機能が薄くてさ使い物にならないじゃん。でさピピってあった後手動でやるとピーキング機能オフになっちゃうの、じゃあ意味ないじゃん。10倍に拡大してピーってやった時にピーキング使えないんだったら意味ないじゃん。あのキヤノン の EOS X7 あれカメラの北村の店頭で見た時にピーキング機能がないからどこにピントが合ってるのか分かんないから、あのソニー使った後だとダメだなと思ってやめたんだけど、それと全く一緒なんだよね。であのこうぼかしたりとか露出の設定とかなんかこういろいろ操作感があるんだけど、昔のものよりもコントロールが使いにくくなってる明らかに。あのソニーのね GF7 とをカメラの北村でちょっと動かね触ってみたんだけど、やっぱ同じようにねピピってピント合った後にこうピーキングが使えるんだけど、あっちの方がねよっぽど使いやすかった。こうなったところで確かにピーキング出たから、このソニーなんでそれなくなっちゃったの、今まで持ってた安いネックスでそれができたのになんで高いカメラでそれができなくなっちゃったの、しょぼいじゃないの、高いお金を出してグレードダウンしちゃった、ね、これをねあのいいって勧めてね、特にそういうちょっと少しは熱暴走する場合もあるけれど、でも私はアルファ5100が好きです。バカ野郎、 YouTube でこんなものねあのおすすめしてるやつ責任取れよ。数分間しか撮れないって、撮り直しなんかできない撮影なんかクソの役にも立たないだろう。パナソニックは絶対熱暴走しないって情報出てるけど、パナソニックの方がよっぽどいいよ。センサーサイズが小さくても使い勝手も良かったしね。おじいソニーすごい大好きで、もうソニーでネクスいいよってずっと何年も勧めてきたけど、こいつで思いっきり裏切られたんで、もうアンソニーね、セガールとアンソニーの時代のね、もうアンソニーだよ、ね、もうこれね叩きつけたいぐらいだよ本当に。60万アクセスぐらいこの動画言ってくれるんだったら元取れるから、ガーンしてこのまんまねハンマーでぶっ壊してもいい、これね
それぐらいね、昔いたカメラです。で、動画は撮れないでしょ。じゃあ、静止画だったらね、使いやすいかなと思ったけど、やっぱこのキッドレンズ、ね、これがまあいいいいって書いてはあるんだけど、パワーズームだからなんかプロに言わせんと使いやすいどうのこうのって言うけど、こんなの勝手にキュッ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 いったってバッテリー食うばっかじゃん。こんなコンデジみたいにさ、ここで伸びたり縮んだりして、なおかつ捨ててもできるのにこんなとこにあってってさ、ばっかじゃないのって言いたいんだろ、これね。ほんとだからね、あの YouTube の動画を見てね、いろんなカメラを悩んでて、α5100 を YouTube 用に使おうかなと思ってる方、おじいみたいにならないようにね、買うんだったら覚悟してください。シャンプー5分のね動画で、しかも編集するからね、熱暴走したらまたそこだけ撮り直せばいいや、ね、そうやってみんなそういうつもりでねやってる人も多いかもしれないけど、でも普通の動画撮りたい人さ、ねえ6分やしょこらでさ、この4月の段階でさ20度ぐらいでさ、初撮りしてまだカメラが冷たい状態なのに熱が上がっちゃってね、しかも自撮りモードで液晶上に上がってるのにね、パカッて止まっちゃったらびっくりするよ、ね、でこれが仕様ってことでね、跳ねられちゃうわけだからね、ユーザーもだから、あの古いそのネクスの5の時代からね、あのこれが仕様だと、でそれ引き継いでるから、まあ、そこは仕方がないね。なんでそんなので納得してるの、バカじゃないの、そんなユーザー。そんなものはメーカーの人より30分取れないんだったら不良品だよ、こんなの欠陥品だよ、リコールで OK なんだよこんなの。本来ね、世界のソニーがね売るカメラじゃないこんなの。ぶっちゃけおじおこ、これね本当にこれね返品したい。もう予備バッテリーからね、あの他のねちっちゃい安いレンズとか買っちゃったけど、本当これだけはね後悔してる。しかもこんな高いカメラなのに充電器も1個もついてないんだよ。前のやつはついてたのに、何なんだよ最近のソニー、どうしちゃったんだよ、ね、ちょっとねおじい久々のねおこです。おじいと同じように被害者が出ないためにも、α5100 で YouTube 動画に使おうかなと思っている方、もう一回よく考えた方がいいよ、ね、センサー小さくてもパナソニックの GF7 とかね、あの似たような値段だったらあるからね、そっちの方がいいと思うよ、ね、もうちょっとね考えればよかった、ね、もう今回はねもう名前は出さないけど、決定的なのがねもう YouTuber の動画だったんだよね、徹底比較ね、本当にあの動画さえ見なければ、ね、まあ、文句の一つも言いたいですけどね、まあ、しょうがない、これはもう自分の判断で買っちゃったんだよね、もう投げつけたい気持ちを、これ何に使おう、でもこれねぶっちゃけいい、あのセンサーサイズ大きいから画質はいいかもしれないけど、静止画撮るんだったらこのね、この間買ったあのカシオのね、あのエクシリムシリーズ、ハイスピードエクシリムね、これはあの ZR1300 なんだけど、この方がよっぽどね手軽にね、孫でチャカ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 ね撮るのにはあの適してますね。確かにボケとかそこら辺はかなわないんだけど、綺麗に撮れるよこの方が。手軽にあのフィギュアとかね、室内撮影、食べ物とかね、近くまで1センチまで寄れるしね、そこそこのボケは出すことができるんで、よっぽどこの方がね価値がある、ね、1万円台のカメラと6万円のカメラとね、本当あーやっぱお金を出していいカメラ買っただけあったなって、この満足感が得られない。おじいは今回ね初めてこんなカメラに出会ったの、ね、何でもそう、ね、例えばこういうキャノンにしてもね、コンデジでね光学50倍ね、超解像を使えば100倍まで劣化なしてこいけでしょ。こっから富士山のてっぺんまで綺麗に撮れるもんね。うわーさすがーって、これか出た時にか感動したもの。これはあのカッコムでもだいたい実売価格が5万円弱ぐらいだったでしょ。これね、これはそれなりの価値があるなと思ったね。で望遠になればなるほど、こうなんか動いてるものを追っかけてると、あの見失っちゃうでしょ、このフェンダーでね。ボタン1個でねシュッて戻るから、広角にピュッて戻るから、あいたっつってピュッてここ離せばグッてまたアップしてくれるから、
うわーっていうね、こういう感動があった。この機能のためだけにこれに買い替えてよかったなってね。何かしらおじいもね、あのカメラはね、あのいいなと思う機能があったら、あの今までのやつを、ね、処分して、で上乗せしてこう買い替えて、どん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 こう、ね、満足感ステップアップするつもりなんだけど、今回はね、ネクスの C さんからの乗り換えで満足してる部分がないね、ない、ないね。これもだって箇所があれば十分だしさ、ないね。ね、使い方は薄くなったのはいいことだけど、もうコンデジカ多いよ、薄さにこだわる人は、ね、ここでさ、ズームとピント合わせがさ、あのできて初めてこう一眼っぽいじゃん。これさ、騙されたんだよ。これここにこう溝があるでしょ、これね。手前側がズームで、こっち側がピントなのかなと思って、そう思ってこれにしたの。パナソニックは違うでしょ、ここ1個しかないからね、あの単焦点ついてるでしょ。でこれは2個ついてる、あこれは違うんだなと思ってね、うっかり勘違いしちゃったんだよね。くっついてんの、ただのこれ溝の飾りだった。これ紛らわしい、こんな騙し方して、もうおじおこです、これね。ここのとこであのズームやって、ピッピッピッってここね半押ししてる時に、あのピント合わせに切り替わるっていうね、騙しやがってクソだったらまだあのキャノン買っといた方が、ダブルレンズキットでね X7 買っといた方が良かったなと思って。どうせピーキング機能が拡大モードでこうピントが合わないんだったらね、あの X7 使っても一緒だから、だったらあの 250mm までのダブルレンズキット買って、あの5枚以内で収まって、で今あれでしょ、カチ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 ってならない、あのスムーズな明るい単焦点 F1.8 が実売価格1万4000台ぐらいで買えるんで、それを足せばね5万5000円ぐらいあれば、ね、この1個分の投資以内でものすごい満足できたわけだね。 YouTube の動画を撮るにしても、だ今回ねおじいはねちょっと選択を失敗しました、ね、ただあのまあこういう意見の人ってね少数かもしれないしね、初任信者の方から見たらね、あの石投げられるかもしれないけど、もうどのメーカーの信者でもなくて、いろんなカメラをねコロ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 ね変えて、で知識とか腕はないけれども、あのとにかく素人で使えるか使えないか、ね、使いやすいか使いやすくないか、もうそこだけなんだよね。おじい何にもね、ほとんどオート、あとはもうマニュアルでね、ちょっとこう ピントだけこう遊びたいだけだから、別にね。だから本当もう素人代表してこういうカメラはダメだなと思った、おじい的にはね。YouTube をやるんだったら、やっぱり動画撮るんだったらね、ちゃんと専用の動画のやつ変えってその意見が一番正しいと思うんだけど、カメラを兼用したいんだったらパナソニックかな。でやっぱなんだかんだ言ってね、あのもうソニーのこのピーキング機能を頼りにこいつにしたわけだから、もうピーキング機能がもう使い物にならないんだったら、あのキャノンの X7 買った方がいいと思います、ね、おじいのこれ買った後の後悔でした。やっぱ一回使ってみないと分かんないね、こればかりはね。カタログスペックとか、あのみんなのいい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 っていうインターネットの情報とか、価格コムの情報とか、アマゾンのね口コミとか、そういうのをいくら見てもね、やっぱ実際にいいところしか書いてない人っていうのが多いからね、結局ね。悪いところをピックアップして、ここがこうだからこう悪いんだよって説明してくれる人っていうの少ないもんね。あのもう嫌だなと思ってそういうので切れてる人は、ダメ、最悪、ゴミみたいな形でそういう意見しかないから、ただの嵐にしか見えないからね、何がどうダメなのか冷静に伝わってこないっていう、ね、たまたまあのおじい一人の意見が目についたんだけど、自分の現象と同じだったんだね。もうこれから先夏になったら、もう今ですら6分撮れないんだったらもうどうなっちゃうのって、ね、そんな感じでした。
おじいのねカメラのお話ためにしてくれる方もいるんでね、あの正確な知識とかね、いろんなスペックとかそういうのは YouTube ググればいくらでもプロの方が説明してるんでね、おじいはあくまでも素人の代表として、知識がないものの代表として、実際に知識のないものが、使い慣れてないものが、使った直感で使いやすい使いにくいとかね、あの構え方とか撮り方とかもわからないけど、実際に綺麗に撮れた撮れないとか、みんなに見てもらってね、それでただあの息を言ってるだけなんだよね。だから本当に素人の方が素人を見て、あこんなもんなんだなって自分に近い距離感を感じていただけたらなと思います。そんなプロの人がね、カメラに詳しい人がね、こんな撮り方もできました、あんな撮り方もほら綺麗でしょなんつってね、うわいいねこのカメラって買っても、自分が同じように撮れるかったら撮れるわけないんだよ、そんなもの。じゃあどうやったら撮れるのか、ひたすら練習あるでもいいですよ、失敗しても何回も撮りましょうよ、撮って撮ってね、体で覚えるんです。だいたい紹介されるから、カフコム の, あのレッスン最終的にはね、ほんとで、あのこう質問なんかするとね、マニュアル見ろとかググれ貸すとか、精神的に叩かれて終わりとかね、ほんと。ただあの褒めたたえるだけの場所でしょ、お綺麗ですね、いやいや何々したくぞ、いやいや叶いませんよ、いや疑ってみて、うん頑張りましょうって、頑張りましょうからね、そこからね、頑張った結果がこうでしたっていう人の書き込みってね、少ないから、挫折してあの職見なくなっちゃう人の方が多いですね。だ X7 のスレでね、おじいもちょっとこう聞いてみたけどもね、あのいいって言ってる方、素人の方、このカメラを買って本当にその後撮れてますかって、今でも残ってるでしょ。そしたら実際にうちのかみさんはね、あのピンボクの写真ばかとあの撮って帰ってきましょうとかね、難しいからそのままお尻入っちゃいましたとか、そういう意見正直にもらえたもんね。だからそういうね、隠れた意見、隠れたね、素人に参考にするんだったら素人の意見っていうのがやっぱね重要じゃないかなと思ってね。でもうちは今回 α5100 動画を撮るんだったら、この熱暴走のねこのバグ、ね、αNEX5 の何だかから引き継いでるらしいんだけどね、おじいもぶっちゃけ買ってすぐに経験したんでね、こうしてこの怒りを動画に残しておきます、ね、こんなもの売れないよソニー、ね、以上まあ写真撮るだけだったらいいと思うよ、あのオートフォーカス早いからね、ピッピッピッ、写真はね悪くないと思うよ、オートが好きな人だったらね。ただマニュアルが好きな人だったら、どうかな。でもおじいスレで言われちゃったもんね、もうちょっとオートフォーカスを信用してみ、信用してもいかがですかってね、まあ、確かにそれもあるよね、あるよ、あのフィギュアなんか撮るときにオートフォーカスでね、この点にしてピッて合ったフォーカスと、その後自分がこうやってね合わせた後、どっちがピントが来てるかなって比較したときに、 NEX の C3 だと 100% 自分で微調整した方がフィギュアの瞳がドンピシャリピントが合って綺麗な写真が撮れたんだけど、このα5100 にしてから変わんないっていうか、もしかしたら負けちゃうかもしれない。なんでかっていうと、さっきも言ったようにピーキング機能が使い物にならないからです。これがね、こうかね、これね、よいしょ、これね、これね、こうピッピッピッ、音もほらピッピッって音聞こえないでしょ、すっごいちっちゃいの、レベル15段階あるのにこれで15だよ、ピントの音聞こえないでしょ、これ普通のコンデジ、ほらほらほら、普通これぐらい音するよね、大きい音、これレベル15でこうだよ、ほら音聞こえないでしょ、全然おじい全然聞こえない、これピッっていう音が、はぁと思って、
まあ、ちょっとうまく映んないけどもね、このピーキングのこのね部分がね、もう黄色くなるのがねものすごい少ないので、あとはねここね、あのこうしてやった時、これは今拡大したでしょ、拡大した時に黄色くならないの、ピーキング機能が働いてないの。だからここでピントが合ってますよっていうね、あの電子的にメカ的に今合ってますよっていうお墨付きをもらえないんだよね。だから自分の目を頼りにして合わせるしかないんだけど、それができるんだったらピーキング機能いらないって、ネクスの、あのネクじゃない、あのキスの X7 買ってるって、自分でドンピシャリのピントが合わせられるんだったらね、自分で合わせられないからネクスの C さんのピーキング機能を使ってあのドンピシャリで撮れたから、気に入ったから上位機種を買ったんであってね、まあ、上位機種っていうか進化したものを買ったわけなんだけどね、とことん裏切られちゃったんで、ね、あの今まで良かったものが全部不満になってしまった、ね、まあ、そういうところも参考にしてください、ね、まあ、これからあのカメラね、コンデジからのステップアップで一眼持ちたいなっていう方には楽しめるカメラだと思います。あと Wi-Fi のね、ワンタッチでつながるっていうやつもめんどくさい。パナソニックの方が、あの店頭で触った時全然楽だった。ソニーめんどくさいよこれ、 Wi-Fi つなげるの実際にあんま近いものなんないかな。あとリモコンのやつもあの iPhone でやってみたけどいまいちだね、ちょっとね。それ楽しむんだったらあの EOS の M3ね、あんまり評判よろしくないけど、オートフォーカスの速度でねでも あれ買った方が面白いような気がする。タッチで使いたいんだったらね、あのソニーのこのタッチはパナソニックとかね、ああいうあの EOS と違って本当にね、あのフォーカスペッペッってやるだけだから、他のメニューとかそういうものをタッチでできないからね、こうしてやったりとかピッピッとか何もできないよ。ただタッチフォーカスのみ対応だからね。だから液晶タッチ対応してもね、ほんと大きく勘違いしてる人もいると思うからね、そこは気をつけましょう。おじい買う前にショックはね、ちゃんと情報はあの得てたんでショックはなかったんだけども、まあ短い動画作る人もいたけどね、長くなっちゃいました、ね、風邪ひいて鼻声なんで、ね、この辺で終わりたいと思います。おじいの愚痴でしたバイバイ。